天切り松闇語り春の片耳。原作浅田次郎。灰色のセメントに囲われた霊安室で、松蔵は小一時間もぼんやりと立ち尽くしていた。ふと見上げれば、半地下の窓の上には疎ましいほどの桜があふれていた。花を彩る二本包の空は青い。線香の煙はわだかまったまま、ほんの少しずつ窓に向かって流れ、やがて花に招き寄せられるかのように空に吸い上げられていく。今年の春は何の前触れもなく、いきなりやってきた。松子。エイジャー兄がようやくデカ部屋から降りてきた。どう見ても安田銀行の行員か、丸の内のお堅い勤め人といった風の地味な背広を着て、エイジャー兄は松蔵の悲しみをなだめるように、そっと肩を抱いてくれた。やれやれ、苦労なこったな、おめえも。日本包みの警察からお呼び出しだと言われた時には背筋が凍った。だが吉原界隈を所轄とするそのあたりでお咎めを受けるような悪さをした覚えはない。エイジア兄に付き添われて出頭した途端、霊安室に通された。お呼び出しのわけってのは、つまりこういうこった。俺もみちみちどういやいいのかと考えあぐねちまってよ。気をもんだことだろうが、悪く思うな。言い訳のようにつぶやきながら、エイジはタバコをつけた。すっぱり言ってくれりゃいいじゃねえか。おいら一体どんな悪さしたんだろうって震えっぱなしだったんだぜ。しかし、それにしてもな。エイジはタバコをくわえたまま祭壇に歩み寄り、存在な仕草で線香をあげた。二つの骨箱は父と母のものだという。案内してくれた刑事にいきなりそんなことを言われても、松蔵はにわかに信じられなかった。今さっき事情を聞いてきたんだがよ。おとついまでは焼かずに置いたんだが、急に暖かくなったんで慌てて焼いちまったんだと。そんな事情なぞどうだっていいよ。なんで骨箱が二つもあるんだい。そりゃおめえ、とうに死んじまったお袋の骨をだな。親父が持ってたってこった。親父がくたばりゃ骨は二つになろうがい。不思議は何もない。不思議というなら、あの人出なしの父親が御所を大事に母の骨箱を持ち歩いていたということだけだ。おめえのとっつぁん、山屋の吉ん屋で追ん出されて町山の商店さんあたりのおかん場にいたんだとよ。おっかちゃんの骨箱を持ってかい。ああ、他には何一つなかったと。お仲間さんがせがれの自慢話を聞いてたそうだ。自慢話ってなんだい。恋女房には先立たれやしたが、出来のいい子供が二人おりんやす。娘は吉原の門江広に出ておりやしてね、知らぬいって売れっ子のおいらんでさ。そんでせがれは目細の安吉親分のところに弟子入りしておりやしてね。ご存知でしょう、あの仕立て屋銀次の片腕と言われる目細の親分さんですよ。今じゃしがねえおかんば暮らしたが、あいつが一人前になりゃあんた左打ちわの楽隠居でさ、てなことを喋っていたらしい。バッカやろ。エイジア兄の言うことに誇張はあるまい。落ちるとこまで落ちた父親が不老者を相手に岩でもの自慢話をする姿が目に浮かんだ。でどんなざまでくたばったんだい。刑事の言うことには、土管の中で血まみれクソまみれだったそうだ。そんな廃病闇の生き倒れは普通ならとっとと無縁墓に入れちまうんだが、せがれが寝ぼその身内だと聞いちゃ無下にもできねえ。で親分とは古い付き合いの旦那がよ、こっそり俺に伝えてくれたってわけさ。廊下を革靴のきしみが近づいてきた。
鳥居壺を阿弥陀にかぶった初老の刑事が顔を覗かせたなり、よう、と松蔵に微笑みかけた。やっぱりおめえさんかい。言われてみりゃおろくに似てるな。見覚えのない顔だった。だが、やっぱりおめえかというからには、松蔵の方は見られていたことになる。お世話様です。なに、もうちょいと寒いうちなら、おろくに会わしてやれたんだが、悪く思うなよ。父の死に顔など見たくはなかった。うまい具合に春が来てくれたものだ。ところでエイジ、ちょいと言い忘れたことがあるんだが。なんだい旦那、土産話なら何もねえよ。こちとら今は一本どっこの都政で横のつながりはねえんだ。エイジは刑事を睨み返しながら言った。いや、そうじゃねえ。目細の仕事っぷりは俺が一番よく知ってら。そうじゃなくて、こいつを頼むわ。刑事は手にした書き付けをエイジに差し出した。まさか札じゃねえよな。なんだよこりゃ。見りゃわかろう。請求書だ。棺桶代が2円、火葬料が2円50銭、骨壺が30銭、棺桶の書き費が2円、その他もろもろで1円50銭、締めて8円と30銭になる。へえ。無縁仏じゃねえんだから、縁者が何とかしてくれなきゃ困るぜ。請求書をまじまじと見、英二は唇の端を引いて苦笑した。ちょいと高かねえかい。何言ってやがる。まともに葬式を出せや。20や30はかかろうが。英二は内ポケットから札入れを出すと、10円札を無造作に 4,5 枚つまみ出して刑事に渡した。いいのかい。さすがは寄付道の親分、豪気なもんだな。別に下心はねえぜ。釣りは旦那の手間に取っておくんない。無縁仏になるところをおかげさんでこいつにも親孝行の真似事ができる。刑事は金をポケットにしまうと、うなだれる松蔵の肩に手を置いた。おめえは家宝物だな。はい。自分と同じぐらいの子供がいるのだろうかと松蔵は思った。口に出せねえわけもいろいろあるだろうが、えれえ親分に拾われてこんな兄に世話焼いてもらえるんだ。今さら親を恨むんじゃねえぞ。せいぜい供養してやれよ。刑事は松蔵の頭を撫でると霊安室から出た。途端に得体の知れぬ塊が胸に突き上がって、松蔵は声を絞った。旦那、おいら供養なんざしたかね。孝行なんてまっぴらだ。バカ野郎。お父ちゃんはお母ちゃんをいじめ殺した。姉ちゃんも下船に売り飛ばして殺しちまった。なんでそんな奴の供養はお世にならねえんだよ。おお、そうかい。だがてめえは生きとろうが。刑事は一言言い置いて去っていった。エイジア兄のくゆらすタバコの煙がセメントの壁に縞文様を描いていた。足元に落ちた光を追って、松蔵は四角く切り取られた青空を見上げた。小鳥が満開の花をついばんでいた。ほれ、と英二が胸元に真新しい骨箱を差し出した。おめえは総領息子なんだから、親父を抱いていけ。やだ、おいらお父ちゃんなんぞ弔いたくねえ。ガキみてえにだだこねるな。ほれ。骨箱を松蔵の手に押し付けると、英二は古びた母の骨箱を抱いた。しかしまあ、土管の中でくたばるまで女房の骨を抱いていたってよ。いかにろくでなしとはいえ泣かせるじゃねえか。母の骨箱は
父の末子の血に汚れていた。ところで、とっつぁんは子供はいないのかい？監視台に座って新聞を開いたまま、老眼鏡をかしげて看守が尋ねた。あいにく世間並みの人生じゃござんせん。またびきの膝を所在投げに抱えて、天切松は金網越しに見返った。馬下はいても女房は持たねえってのが、その昔は都政の決まり事みてえなもんでした。なぜって、女なら扱いっ走りにも玉よけにもなりやしょうけど、女房となりゃそうはいきますめ。ましてやガキなんついた日には不自由でなりやせん。男は身一つが一番でさ。インターホンが留置場にとぼけた音を響かせた。地検への応送の頭数が普段より多いせいで、ガランとした房内に昼食が運び込まれた。看守が雑居房の式典からコッペパンの袋を差し入れ、プラスチックの容器に菜を注ぐ。とっつぁん、なんなら店員や物でも取ろか？めそうもございません。たまにデカ部屋で汗こせ言うのはシャレですよ。実のところあっしは寿司よりもうなぎよりも色気のねえ勘弁が好物でしてね。ごちなりやす。留置場は朝食がもっそう飯にたくあんと味噌汁、昼食がコッペパンと白湯、夕飯は薄っぺらな弁当箱に詰めた菜と飯である。そんな粗末な三食でも体を動かすことがないから、長い留置人は自然に肥えてしまう。兄さん、この頃太ったんじゃねえのかい？朝の天付き体操ぐらいは真面目にやらねえと体に毒だぜ。交流が二度三度と延長されて、すっかり馴染みになった地場のヤクザ者はうんざりとした顔でマーガリンの小袋を裂いた。そうは言ったってここは豚箱だからな。無駄になるのは当たり前だよ。もっともだ。したっけ兄さん、5、60年前の豚箱ってな、豚の餌になる残飯をまともに食わしてたんだぜ。豚箱ってな、豚になるからそういうんじゃねえ。豚の餌を食わせるから豚箱さ。それマジかよ。いや、もっともその頃シャバにだって残飯屋があった。漬け屋といや軍隊や役所や学校から残飯をもらい下げてきて、長屋で売るれっきとした商売でよ。貧乏人が漬けを食ってるのに悪さをして留置場にぶち込まれたもんが、まさかまともな飯を食うわけにはいくめ。そんなことをしようもんなら我も我もと懲役志願に悪さをすら。まあ口のおごった兄さん方には想像もつくめえがよ。雑居房の留置人たちはコッペパンを咀嚼しながら天切松の声に耳を傾けている。俺の生まれ育った下や車坂の長屋は万年町の貧民窟の隣町で、まともに三度の飯を食ってるやつなんざ一人もいなかった。それでも朝昼晩の日に三度は漬け屋の店が開く。いつもみてえに威勢のいい話じゃねえが、聞くかい？天切松は左右の鉢で両手を温めながら寂しげな声で語り始めた。漬け屋の大八車が路地に入ってくると、長屋の破れ戸が一斉に開いて手鍋を下げ、丼を持った住人たちが駆け出してくる。はいよ、今日のごちそうは士官学校、出来たてほやほやの虎の皮、洗いにへっつい、歌舞伎にはおまけ。
愛の前掛けに着物の尻をはしょった漬け屋はひょうきん者で、客を呼びながら甲高い声を張り上げる。虎の皮とはご飯のおこげ、洗いは水で洗い流した飯、へっついはパンの耳、歌舞伎りは野菜や漬物の切れっぱしだ。さあさあ、さすがは士官学校、麻布の三連隊よりはずっと豪勢な献立だ。はい、並んで並んで、山盛りで5000、ご飯とおかずで10銭。真っ先に駆けつけた竿竹売りのおかみさんが手鍋に10銭硬貨を投げ入れて差し出した。まったく、ただもらいの残飯で丸儲けしやがって、いい商売だね。得体の知れぬ残飯を手鍋に盛りながら漬け屋は言う。冗談じゃねえよおかみさん、威勢のいい事例ならいたすらず、この頃じゃ残飯だって一貫目いくらで買ってるんだぜ。戦争でも起きりゃ昔みてえに丸儲け、漬けの中身だってぐっと良くなるんだから。こっちとら毎日が食うための戦争だ。本物の戦争の方がよっぽどマシだよ。ねえ、ごもっとも。お、いらっしゃい。おせやちゃんに松坊、おっかさんの具合はどうだい。姉は握りしめていた五千玉を弁当箱に入れて、恥じらいながら差し出した。具合は良かないけど。そうかい。何はともあれ、食わなきゃいけない。漬け屋は弁当箱に、虎の皮と洗いの混じった飯を山盛りにし、蓋におかずを持ってくれた。ありがとう、おじさん。あいよ。おっかさんには、ちゃんと食わしてやるんだぜ。さあさあ、早いうち早いうち、早いうちなら歌舞伎にはおまけ。竿竹売りのおかみさんが、はすかいの引き戸を開けながら、二人を振り返った。おさよちゃん、おとっちゃんずいぶん見かけないけど、あんたら平気なのかい？じきに帰ってくるから。映像さんの時期は当てにならないからね。まったく、病気の女房とこんな子供らおっぽらかして、どこほっつき歩いてるんだろ。あ、爪楊枝には気をつけるんだよ。よく見てお食べ。おかみさんは手鍋を下げて長屋に入っていった。残飯に混じっていた爪楊枝が喉に刺さって、死んでしまった子供がいるのだそうだ。お父ちゃん、じきに帰ってくるって本当？じきは当てにならないからね。姉はおかみさんの口ぶりを真似て、大人びたため息をついた。緑地から差し入る夕日の中で、母は買い巻きにくるまっていた。気のせいか、寝姿が小さくなったような気がする。姉は弁当箱と蓋に盛られた残飯を、体裁よく茶碗に移し替えた。おっかちゃん！松蔵が肩を揺すると、母は顔を背けて乾いた咳をした。今日は士官学校だってさ、麻布の三連隊なんかとは中身が違うって。振り返った母の顔は、耳たぶに夕日が透けるほど白かった。うちのかかあは関宿四万八千石、久世大和の神様のご家来で、大間回り役300石のおたかちの娘。父は酒に酔うと、誰かれ構わずそんな自慢話をする。武家に生まれた母が、どうして長屋住まいに身を落としてしまったのかは知らない。母はその出自について、多くを語ろうとはしないが、確かに長屋のおかみさんたちとはどこか違っていた。顔は小作りで美しく、物腰はしとやかで、無口だった。関宿のお殿様は、三河以来のご夫妻だから、ご一心では割を食ったのだろうと、物知りの駅舎が言っていた。いくら割を食うにしても、子供や孫が食うほど身を落とすのはひどすぎると、松蔵は思う。その残飯にしても、三度三度漬け屋が仕込んでくる近頃はまだマシで、三日も大八車がやってこない飢饉が、去年のうちはよくあったものだ。いくらかは世の中も良くなっているのだろう。姉は残飯の中から白米の洗いを入り出して、母のために貝を作った。お父ちゃん、どこを突き歩いているものやら。またどこかで警察のお世話になってるんじゃなかろうかね。無口な母の代わりに、姉は大人びた愚痴を言った。姉貴は、
俺と四つ違いで、お袋によく似た色白の、そりゃ興味のアイドルなんざ裸足で逃げ出すほどの別品だった。テテ親に叩き売られてから、吉原の知らぬ花魁と呼ばれるまでに出世したのも、生まれついてのあの器量なら当たり前のこって。それにしたって、大正の初めのあの頃には妙な時代だったぜ。街にゃどんどんビルジングが建つ、自動車は走り回る。そのくせ市内のあちこちには時間のぷっつり止まっちまったみてえな貧民窟があって、どうともそこから這い出ることのできねえ奴らが五千十銭の銭にはたいて残飯をあさって生きていたてんだ。今の人は戦争は悪いもんだと鼻から決めていなさるが、毎日が食うための戦をしている俺っちゃ、戦争でも起きて軍隊の残飯がもっと良くはならねえもんかと本気で考えていたもんさ。天切松は話しながら白湯をすすり、愛おしむようにコッペパンを眺めて一口かじった。風の死んだ日盛り、松蔵は父に連れられて四ツ谷塩町の停車場に降り立った。下や車坂の長屋から市電を乗り継いでくる間、初期と人当たりとで幼い松蔵はすっかり酔った。途中万世橋と四ツ谷見附の乗り換えのたびに、少年はたまらず焼けた路上に吐いた。だから商船にしようって言ったじゃねえか。信濃町から歩いたってわけはねえんだ。街路樹の寝方にうずくまるせがれの背をさすりながら、父親は塩町の南の果てを振り返った。十文字に行き来する人力も荷車も、臭い色の市電すらも立ち上る陽炎に揺らいでいる。乾いた悪い咳をして立ち上がり、タバコ屋で朝日を一箱買うと、父は木陰で客待ちをする車夫に一本を進めながら道を尋ねた。さあ行くぜ松、ほらちゃんとしねえか。松蔵は生あくびをしながら顔を上げた。前汚しちまったけど、せっかくの一丁らが出なしじゃねえか。言いながら父は汚れた白がすりの前と三尺を腰手ぬぐいで乱暴に拭いた。いつだって銭や物のことばかり心配して、父が体のことを気遣ってくれた試しはない。母が生きていた頃も、やれくせえだの汚えだのと罵ってばかりいた。貧乏のせいで医者に見せられないのは仕方ないとしても、いたわりの言葉一つ口にしない父を松蔵はどれほど呪ったことか知れない。江戸入ってる間があったら歩け、風に当たりゃちった気分もなら。父の姿は貧相だった。薄汚れてテラテラと光った目倉島の尻をはしょって、擦り切れた角帯をだらしなく締め、季節外れのムスリンの鳥打ち帽をかぶって父は前のめりに道を急いだ。かかとのなくなったセッタは足を投げ出すたびにチャラチャラと薄っぺらな音を立てた。おぶってやりてえところだが、この暑さじゃ父ちゃんが先に参っちまわ。ぼちぼち行こえ。時々立ち止まって松蔵を待ち、父は空席をするたびに手ぬぐいを広げて目を凝らした。大丈夫かいお父ちゃん。まったく、カカアもとんだダチンを置いてきやがった。それとも何か、惚れた亭主とあの世までってことか。冗談じゃねえよ。
こちとらまだまだ遊びたんね。飲みたんね。お父ちゃん、親分の家ってのは、まだ先かい？おいらもう、くたびれた。何、育児のねえこと言いやがる。ほら、その向かいの谷町の坂を上がって、じきのところだ。通りに出たら何か買ってやる。右手に士官学校、左手に東京監獄の黒い塀を望む、見晴らしのいい石段を降り切ると、往来の盛んな通りに出た。坂の上がり口の駄菓子屋でラムネを買い、吉座りの縁台に腰を下ろすと、父は汚れた手拭いを松蔵の襟首に差し入れて、背の汗を拭いた。甲高い声で軍歌を歌いながら、担いつつの兵隊が行進してきた。店の前で反対側からやってきた騎馬の将校に、頭右をした顔には、どれもまだ幼さが残っている。お父ちゃん、士官学校かい？あれは。幼年学校だな。おめえといくつも違いやしね。青山の連邦上行っての経理だろ。おめえ間違ったって軍人になろうなんて思うんじゃねえぞ。いくらまともに三度のおまんまが食えたって、マサオジみてえに満州組んだりで、ロスケの弾に当たって死んじまうんじゃ、身も蓋もねえからな。命せえあれや、面白えことはいくらでもあるもんだ。タバコを吸いながら咳き込み、父は水差しを地面に叩きつけると、セッタのかかとで踏みつぶした。さ、行くぜ、と父は、亀甲型の石を組んだ坂道を登り出した。せっかく下ってまた登るんか。それでここいらを谷町ってんだろ、お父ちゃん。バカくせえ。東京はどこを歩こうが山と谷ばっかしだ。まったくご苦労なこったぜ。さすがにこの急搬は答えるらしく、父は時々立ち止まっては肺にとどろくような音を立てて空席をした。待つ。親分の家じゃ言えねこったから先に言っとくが。と父は腰にくくりつけていた風呂敷包みを解くと、松蔵の首に結んだ。しっかり修行してまとまった銭を持ったらな、まず姉ちゃんのところへ持って行け。吉原京町の門井日って店だ。でけえ時計塔のある大棚だからすぐにわかる。お父ちゃん、おいらまだ子供だぜ。借金をケース算段をする頃には松もさやも立派な大人だ。兄弟で力を合わせりゃ負けもあんねえ。父が路上で唾を吐きながら他人事のように言ったのが松蔵の勘に触った。借金って、おいらそんなもの見たこともねえよ。父はキョトンとした顔で松蔵を見下ろした。その時の親父の面、忘れようにも忘れられねえ。俺は父親にで別れたその自分の親父の年頃には、全くてめえで鏡を見るのも嫌だったぜ。だが一つだけ違うところは、どんな時だって俺は天を仰いでヘラヘラと笑ったりゃしなかった。天切松は話しながら言った。不思議な小姉は他の棒には届かぬらしい。ぬすっとの修行って何ですか？おめえもその道で食うには修行の一つもしたろうが、今日部屋住みの道のはねえにしろ、叩かれて覚えたことはいくらもあるはずだ。昔の悪者はそういう修行をきっちりと身につけたってことさ。泥棒も、いや、盗っ人もですか？あたぼうや。盗っ人てもんは
もともとが職人仕事で、ちゃんと師匠の杯をもらって修行を積んだもんだ。食い詰めた挙句に人様の米びつに手を突っ込むような叩きや空き巣狙いはパクられたって情が悪い。そうと知れりゃパクられる前に俺たちが半殺しの目に合わせたもんさ。看守が金網越しに囁いた。てことはとっつぁんも盗っ人の親分に弟子入りしたってことか。ええ。だが同じ部屋住み修行にしたってそこいらの盗っ人だ筋が違いやせ。旦那、仕立屋銀次って名前を聞いたことがおありですかい？ああ、知ってる。昔のスリの親分だろ。そこに弟子入りしたのか。いえ、足が杯を受けたのは、抜け弁天の安吉帝親分で。明治42年の大検挙で、銀次がパクられた後、島を預かっていたお人です。だから、あしゃ、銀次の孫分ってことになりやす。数えで、九つの時だったから、今じゃ、仕立屋の一門で生き残っているのは、多分、あし一人でござんしょう。監視は話を思い返すように、遠い目を天井に向けた。とっつぁんの親父も、盗っ人だったのか。いや、そうじゃねえ。親父は、半端もんを絵に描いたような、天で目のねえ博打打ちで。くだらねえ賭場のいさかいであげられて、二年とむつき、網走に落ちたところが、そこでたまたま大検挙で落とされていた、銀次親分とお近づきになったというわけです。根がお調子者の宝冠のような男の子って、たちまち銀次に取り入って、こともあろうに、せがれを盗っ人の修行に出す約束を取り付けたて、いやはや、デークやシャガンならいざ知らず、とんだ親父もいたもんだぜ。ごくつぶしの親父が舞い戻った途端に、胸を病んでいたおふくろは死んじまう。その四十九日も済まねえうちに、四つ違えの姉貴は、女郎屋の子守女に叩き売られて、せがれは盗っ人に弟子入りだな。いくら悪い時代だからって、ガキの身にもなってみろてんだ。そんなわけで俺は、銀次の留守を預かる抜け弁天の安吉親分に、めでたくお目通りと相なった。三度三度に白い飯が腹いっぺい食えるって言われてよ。じっとしていたってイラつくような。あれは、まったく暑い日のこったぜ。その家は、抜け弁天の坂を途中で左に折れた屋敷町の一角にあった。黒塀が広い敷地を囲み、枝ぶりのいい松や欅の大樹が路地の空を覆っていた。立派な長屋門を抜け、敷石を渡って玄関に立つと、父は目倉島の前を整えて人を呼んだ。ごめんください、屋敷。抜け弁天の親分さんへ。父の細い声は廊下の薄闇に飲み込まれた。しばらく返答を待ってから、父は困ったように辺りを見渡した。それからもう一度、両手を口に添えて間の抜けた声を張り上げた。ごめんくださいやし。仕立屋のご一等さんへ。抜け弁天の安吉親分さんへ。ややあって、廊下の奥から現れたのは、意外にも長羽織を着た書生である。ついたての前に探座すると、
書生は首だけを少し折った宗師風の挨拶をした。どちら様でしょうか。へい、仕立屋の銀城屋分に旅先で目をかけていただきやして、いずれ東京に戻ったらこちらに参上するようにと仰せつかったものでござんす。車坂の平蔵とお伝えくださいやし。手前どもの親分は確かに旅をかけておりますが、一体どちらの旅先でしょうか。さて、そうまで改まられやすと話しづらいが、網走の監獄でござんす。一つうなずき、少々お待ちくださいと言って書生は奥に消えた。やがて再び現れた書生は父と松蔵を丁重に屋敷の奥へと誘った。気の遠くなるような長い廊下だった。開け立てられた仕留戸の座敷を十いくつも数えるうちに、松蔵は自分の生まれ育った世界が少しずつ遠のいていくような気分になった。二人が通されたのは、極彩色の襖絵で四方を囲まれた小座敷である。父は肩をすぼめて膝を揃えたまま、おどおどと辺りを見回した。こいつはすげえや。千人入り屋にあった銀城屋分のお屋敷ってえのも外から拝んだことあるが、こいつは物の数じゃねえ。間違えたんじゃねえのかよ、おとっちゃん。これ、どう見たって、盗っ人の隠れ家には見えねえよ。父は汗ばんだ手で松蔵の口を塞いだ。めったな口を聞くんじゃねえ。おめえが親分さんの目に止まるか止まらねえかの瀬戸際だ。松蔵はずっと父のたもとを握りしめていた。やがて畳のきしむ音がし、欄間から男女取り混ぜた幾人かの笑い声が降り落ちてきた。と思う間に金ぶすまがスルスルと左右に開いた。松蔵は目を見張った。中庭に面した広い座敷である。白い朝の一重に茶の羽織を着た品のいい紳士が金箔を張り巡らせた床の間を背にして座っている。縁なし眼鏡が火を受けて表情はつかめないが、親分と呼ぶには若すぎる。主人の両袖には二人の男があぐらをかいている。左側はずんぐりとした坊主頭で、主人よりもいくつか年かさに見える。右側は微量の秀でた精悍なおむさしの若者である。二人は揃いの藍木綿の道着を着、黒い股引きを履いている。襖を左に開けたのは先ほどの書生で、右に開けたのは髪を流行りの耳隠しに結い、路尻面の夏羽織の襟を息に落とした女である。色白で目元が冴え、少し唇を歪めて笑みをこぼす様はぎょっとするほど美しい。座敷は光に満ちていた。中庭から差し入る夏の日差しが床の間の金箔と高く織り上げた豪天井の金箔に照り返して、居並ぶ人々の顔をこの世のものとは思われぬほど輝かせている。父は、はっと我に返って、放心する松蔵の首筋を押さえつけ、スルメのようにひれ伏した。親子の様子がよほどおかしかったのか、人々は同時に声を上げて笑った。主人は螺鈿を散りばめた肘置きを真向かいに引き寄せ、葉巻を加えた。痩せた若者が膝元にタバコ盆を押し、マッチの火を向けた。車坂の平蔵さんというのはあなたかね。煙を吐き出しながら耳慣れぬ山の手の言葉で主人は尋ねた。へい、仕立屋の親分さんにはえらく可愛がっていただきやして。ひれ伏したまま答える父の言葉を皆まで聞かずに主人は言った。いきさつは承知しています。銀次からの書面によれば、息子さんを私に預けたいということらしいが、それは本気ですか。え、そのつもりで命りやした。父の声は震えていた。主人は葉巻を加えたまま一つうなずくと、松蔵を手招きした。坊や。父
に尻を押されて松蔵は立ち上がり、光のあふれる座敷に踏み込んだ。畳の縁を踏まぬように歩き、座敷のただ中で一度立ち止まったのは足がすくんだわけではない。松蔵は天井を見上げ、ひ、ふ、みーと声を上げて畳の数を勘定した。それからきっかりと主人を見据えた。旦那が抜け弁天の親分かい？主人は少し驚いた風に肘置きから身を起こした。この松、いや、これは申し遅れました。いかにも私が安吉です。坊やの名前は村田松蔵、松竹梅の松にオクラの蔵で松蔵です。あの、旦那さんはとても盗っ人の親分には見えねえんだけど。おやま、ずいぶんと腹の据わった子供だね。お父っさんの方がよっぽど上がっちまってる。面目ね。父は震えながら言った。肘置きを押しのけた主人の前に松蔵は膝を揃えて座った。手を見せてごらん。言うなりに手を開くと、主人はためつすがめつ見入り、甲をさすったり指を反らせてみたりした。いい手だ。指が長くて器用そうだし、関節も柔らかい。手のひらが乾いているのは神経が太い証拠だね。坊や、いくつになる？数えの9つです。うん、声もいい。張りがあって大きい。さぞ大声を出して遊び回っているのだろうね。ここにおいで。主人は優しく言い、脇に松蔵を座らせると肩を抱いた。私たちの都瀬は、親分が白だといえば黒いカラスも白いのです。銀次がこうしろということに私がとやかく言い返すことはできません。へへと父は再び頭を下げて這いつくばった。だがね、平蔵さん。主人は眼鏡を外した。こめかみから吊り上げたような細い鋭い目である。預かるのではなく、この子は私がもらい受けます。これを根性の別れと思ってください。根性の別れって、そいつは御所ですぜ親分さん。松蔵は足の一人息子で。いいえ、これも仕立て屋からの指図です。銀次はあなたの世話には感謝しているが、その実あなたの本性を見限っている。あなたのような親がいたら子供は不幸。子供が幸せになればあなたも幸せなはずです。受け取ったら親子の縁を切らせろ。それが銀次親分の言いつけです。お子さんはこの安吉が責任を持って一人前の職人にお育てしましょう。父は真っ青な顔で腰を浮かしかけ、激しく咳き込んだ。喉を鳴らしながら敷居までにじり寄り、手を伸ばした。冗談じゃねえ。待つ、蹴るぞ。平蔵。のぶとい声で遮ったのは若い子分である。おめえさん、仕立て屋をそこいらのヤクザ者と勘違いしてもらっちゃ困るぜ。うちの一家には半畜なもんは一人もいやしね。みんなガキの時分から叩き上げだ。筋金入りの職人だ。おめえさんもその覚悟で銀次親分に頼み事をしたんだろうが。それとも何か、おめえさん、仕立て屋銀次に二枚舌を使いやがったか。やめそうね。あ、しまった。だ、父は若者の威勢にひるんで腰を落とした。すると今度は成り行きをじっと目を閉じて聞いていた坊主頭が言った。とっつん、俺っちゃ何も無理無定に親子を引き離そうとしてるわけじゃねえんだぜ。網走からの手紙を受け取ってこの方、そっちの事情はすっかり調べさせてもらった。その上で言ってるもんだ。坊主頭は調べ上げたことをつくづく思い返すように、ずんぐりと太った首を振った。連れ合いは医者にも見せずに死なす。娘は女郎屋に売り飛ばす。酒と爆液に身を持ち崩した挙句、今度はせがれを盗っ人にせえという。そんな野郎を手々と呼ぶな。
この子にとっちゃ不憫なこった。おこん。主人が女の名を呼んだ。女は鶴のようにすっと立ち上がると、紫の服さを父の前に投げた。着物の裾をからげて、やいと父の鼻先に縦膝を構える。かわいい娘を中から見受けして、あんたも十分に養女できる大金だよ。もっとも、どう使うかはあんたの勝手だがね。父は息を荒げてしばらくの間、分厚い服さを見つめていた。女は追い打つように怒鳴りつけた。何も考えることあるね。網走組んだりまで落ちたとはいえ、仕立てや銀次の裁量にこれっぽっちも間違いはあるもんか。さあ、とっとと帰れ。帰った帰った。書生が父の懐に服さをねじ込むと、腕を掴んで引き立てた。女はふんと鼻で笑って襖を後ろ手に締めた。松蔵は唇を噛んで涙をこらえながら、一人一人の顔を精一杯睨み返した。やっぱしお父ちゃんはオイラを売ったのかい。坊主頭が諭すように答えた。そうじゃねえよ、あの銭は選別だ。お父ちゃんは博打打ちだが、おいらのおっかちゃんは関宿島八千石久世山との神様の家来だ。じい様は大間回り約300石のお高地で、世が世ならおいらだって若様なんだ。一同は顔を見合わせてため息をついた。安吉親分は力み立つ松蔵を胸に抱き寄せてなだめるように背をたたいた。わかったわかった。だがね、坊や、世が世ではないよ。お前の家がお侍だったのは50何年も前のことだろう。言われた途端、松蔵はたまらず主人の胸に泣き伏した。おお、いい子だ。理屈をこねずにそうやって私の言うことを聞いていれば、お前はきっといつか日本一の盗っ人になれる。何が欲しい？天皇様のお宝か、名古屋城の金のシャチホコか、それとも山形元帥の金満か。ああ、それはこの間おこんが持ってきたな。谷を渡ってくる士官学校のラッパを、松蔵は不思議な子を抱きしめた親分の羽織の中で聞いた。たわんだ胸元に赤い玉を加えた竜の彫り物が松蔵を睨んでいた。天切松は話しながらほっと息を入れ、天井を見上げた。俺の親父が網走で一体どうしたてや銀次に取り入ったか知らねえ。だがどういう戦いにせえ、その島をそっくり預かる抜け弁天の部屋住みになったてえのは、当時のことでいや底辺なことだった。何せ銀次には2000人の手下がいたんだからな。だが安吉親分は部屋住みから育ててくれた銀次に取って代わろうなんて巧妙心はこれっぽっちもなかった。心底銀次を敬っていた。暇さえあれや入谷の銀次の留守宅に行って、残された家族をやれ姉さんの坊ちゃんのと海外しく面倒見ていなすった。あんな律儀者はヤクザにだってそうはいねえ。安吉親分は大正帝新しい時代を絵に描いたようなお人だったが、都政の義理に背を向けるような男じゃなかった。
い松、坊さんがいらしたぞ。もしのお前がいなくちゃ葬式も始まらないじゃないか。縁側で膝を抱えたまま、松蔵は常兄に悪態をついた。なんで常兄、羽織バカマにめかし込んで。今日は一体何の仕事だい？仕事じゃないよ。お前のお父っつぁんとおっかさんの葬式だと言うから、きちんとしたなりで来ただけだ。おろしたての袴をバサバサと音立てて、常兄は松蔵の傍らにかがみ込んだ。なあ松。なんだよ。お前の気持ちはわかる。だが親分とエイジ兄が八方手を尽くして葬式の段取りまでしてくれたんだ。血を分けたせがれのお前が知らんぷりはあるまい。さあ行こう。松蔵は常兄の手を振りほどいて固くなに膝を抱えた。まっちゃん。今度はおこんあねごだ。今日に限って誰も彼もがまるで腫れ物にでも触るように松蔵をなだめすかす。長屋の裏庭伝いに念仏が聞こえてきた。どうしたんだいまっちゃん。親分が早く来いって。おいら行かねえよ。どうして。あんまりダダをこねるもんじゃないよ。ほら、みんなしてお前のお父っつぁんとおっかさんをあの世に送ってやろうってんじゃないか。土間に立ったまま、おこん姉子は喪服の襟を整えて息をついた。大きなお世話だい。とうとう裏庭伝いに、虎兄がやってきた。仁王面をしかめて低い垣根をまたぐと、声を潜めて松蔵を叱る。へい、松。てめえの悪態は親分にも英子にも筒抜けだぜ。おめえを不憫だと思えばこそ、身内に代わって年頃に供養してるってのに、もしのおめえが何をいつまでへそ曲げてやがる。さあ、座って手合わせてるだけでいいから、こっち来い。みんなの気持ちはありがたいと思う。ありがたいと思えばこそ、松蔵には勝手に生きて、勝手にくたばった父親が許せなかった。ほら、立て。なれやそのまんまでいい。おい、おこん、つね、手貸せ。よしよし、いい子だ、いい子だ。お父っつぁんとおっかさんを弔ってやろうな。おこんとつね次郎に両脇を抱えられて、松蔵は金口を出た。鳥越の長屋には、ひやわいを押しのけるように満開の花をつけた桜の古木が立っていた。親分の家の引き戸を開ける。ご神道の前に小さな祭壇が設けられ、坊主が経をあげていた。安吉親分もエイジャーニーも見慣れぬ黒紋付きの袖を合わせてかしこまっている。申し訳ないとは思っても、祭壇に並んだ二つの骨箱が目に入ると、松蔵の足は根の生えたように動かなくなった。英治が振り返って、来いというふうに顎を振った。傍らの親分を気遣っているのだろう。目つきは険しい。遅くなりやして申し訳ありません。もしが命りやした。独協の合間に、英治兄は坊主の肩越しに行った。年老いた坊主は、松蔵に座布団を勧めた。途端に松蔵は身を震わせて叫んだ。お父ちゃんは極楽浄土になんざいけねえやい。お経なんかやめてくれ。そんなに畜生の骨は大川にでもぶん投げちまえばいいんだ。松蔵、おかしいじゃねえか、妙じゃねえかよ。悪いことすりゃ誰だって地獄に落ちんだろ。おいらのお父ちゃんはおっかちゃんをいじめ殺した。姉ちゃんを世間に売り飛ばして殺した。食われずに生き残ったおいらがなんでお父ちゃんを極楽往生させなきゃならねえんだよ。地獄に落ちるのは当たり前だ。
天魔様が堪忍したっておいらは許したしね。舌を引っこ抜いて、針の山に追い立てて、血の池に沈めて釜で茹でて切り刻んでやる。松蔵が座敷に向かって、クソタレと唾を吐いても、兄貴たちはもう咎めようとはしなかった。しんと静まり返った一堂の中から、安吉親分が立ち上がった。そうだろう、親分。おいら間違っちゃいねえよな。そうだよな。親分は祭壇の前で袴の筋を伸ばし、一度羽織の袖を掴んでポンとついた。それからゆっくりと土間に佇む松蔵に近寄ってきた。縁なし眼鏡の中の糸を引いたように細い目がいすくめるように松蔵を睨みつけた。腐ったれ、てめえだ！いきなり火の出るような鉄拳を顎に見舞われて、松蔵は敷居の外まで弾け飛んだ。見上げた親分の顔は閻魔大王のようだった。日頃の穏やかで落ち着きのある身のこなしなど嘘のように。親分は上がりが町から裸足で飛び降りると、松蔵の顔と言わず腹と言わず力任せに蹴飛ばした。誰も止めようがないほどの剣幕だった。いいか松子、てめえとは金輪際親でもねえ子でもねえ、供養ができねえのなら骨は大川にほっぽるなり無縁墓に入れるなり勝手にしやがれ。言うが早いか、親分は座敷に取って返し、坊主を押しのけて骨箱を抱え出した。呆然とへたり込む松蔵の手元に二つの骨箱を投げ置き、懐から巾着を出してその上に重ねた。これは殲滅だ。とっととどこへでも行きやがれ。おい、てめえら、決してこの犬畜生に手貸すんじゃねえぞ。関わり合った野郎は破門だ。いいな、エイジ。名指しで釘を刺されて、エイジ兄は裸足で松蔵の脇に突っ立ったまま、へいと答えた。親分が家に入ってしまうと、虎屋もおこんも常次郎も、みなちらりと松蔵を見返ったなり、声もかけずに座敷に上がってしまった。骨箱を両脇に抱えて、松蔵は英二の背中を呼び止めた。英二兄、おいら、どうすりゃいいんだ。なあ、兄貴、おいら、ここを出されたら、身寄りもねえし。おいら、どうしてっから。英二は門口に立って、しばらくやるせない瞳を松蔵に向けていたが、やがて路地の夕空を覆う桜に視線を滑らせて、戸を閉めてしまった。部屋に戻ると、松蔵は取り打ち棒だけをかぶって長屋を出た。二つの骨箱は麻紐でくくって、肩から振り分けた。身から出た錆なのだから、今更未練を残しても始まらない。風呂敷にくるんだものはわずかな着替えばかりで、他の荷物は皆親分や兄貴たちのお下がりだから持って出るわけにはいかないと思った。路地の歌舞伎門の下で松蔵は住み慣れた長屋を振り返り、取り打ち棒を脱いで頭を下げた。おいらの後代、飲んだくれの爆撃打ちの子で、目細の安吉の手下になろうなんてことが、そもそもおこがましかったんだ。親分、虎兄、英二兄、爪兄、おこねさん、長いことお世話になりました。障子越しの明かりに照らされた桜ばかりが
い枝をたわませて松蔵を見送った。恋は優しい野辺の花よ。いいねえ、タヤリキゾーは。うん、あのテナーならきっとパリでも通用する。舞台の跳ねた後の人混みを避けて、永井先生は松蔵をロビーの長椅子に誘った。花見の人出がロックに流れて、金流館は大変な盛況だ。牧歌町のアリアも良かったけれど、タヤリキゾーが幕の降りた後でせっせっと歌ったカチューシャの歌が松蔵の耳に残っていた。もともとそれを歌った松井須磨子は、スペイン風邪で死んだ島村宝月という人の後を追って自殺してしまったそうだ。そんな出来事が観客の胸に刻まれていたのか、タヤリキゾーがアンコールに応えてカチューシャの歌を歌い始めると、桟敷や客席のあちこちから歌声とともに感極まったすすり泣きさえ聞こえた。君の身の振り方は相談に乗らぬでもないが、とりあえずそのお骨を何とかせねば。行くあてもなく観音様の境内に腰を下ろしているところに永井先生が通りかかったのだった。骨箱を振り分けに背負ったままオペラを見た。二つの骨箱は嫌でも人目に留まる。シャンデリアの下に光り輝く回り階段を様子のいい人々がひしめき合いながら降りてくる。なんだか繁栄の中洲に自分一人が取り残されているような気がして、松蔵は長椅子の端に縮かまった。君の身の上はあえて聞かずとも承知しておる。はてさてどうしたものか。先生。なんだね。パリに行くのにはどうしたらいいんだ。パリに？またどうして？パリには貧乏人がいねえんだろ。永井先生にもらったパリの写真帳は松蔵の宝物だった。毎晩床の中で春色に着彩した写真を眺めながら眠りにつくと、見知らぬ街角に佇んでいる美しい夢を見た。そりゃあ君、パリにだって貧乏人はおるよ。嘘だ。あんな綺麗な街に不幸や貧乏があるわけねえ。答える代わりに永井先生は黒縁の丸眼鏡をシャンデリアに向けて、牧歌町のアリアをもう一度口ずさんだ。恋は優しい野辺の花よ。そろそろ行こうか、村田松蔵くん。ロックの工業街を春の宵にふさわしいネオンが彩っていた。行き過ぎる人々は首から振り分けられた骨箱に瞳目し、気づかずに肩を触れてしまった女は悲鳴を上げた。しっとりと夜露に濡れた巷を永井先生はステッキの先で行方を探るようにして歩き続けた。どこ行くんだ。さてどうしたものやら。土手の夜桜でも見ながら考えよう。人の波はロックから仲見世を横切って、示し合わせたように浅草菓子へ、あるいは吾妻橋を渡って向こう島の堤へと流れていく。隅田川に行き着くと、永井先生は満開の桜が連なる土手道を川上に向かって歩き始めた。夜空を埋め尽くした満開の花をまん丸の月が照らしていた。先ほどの質問だが、パリにも貧乏人は大勢おるよ。東京と同じようにね。貧しい人は世界中どこに行ってもいる。人間は与えられた環境で不幸や貧しさに打ち勝っていかねばならない。おいらにはとても無理だよ。
学問もねえし、体もちっちゃいし、根性だって曲がってる。いや、私はそうは思わない。君の苦労をつぶさに見たわけではないが、私にはどうしても君がそれほどの不幸を背負っているとは思えない。勝手なこと言うなよ。歩くほどに父と母の骨は重みを増すようだった。振り分けに首から下げた骨箱の骨が鳴るたびに、松蔵の肩もきしんだ。涙をこらえてまぶたをもたげると、満開の桜がただれ落ちるようににじんだ。止まってはいけない。歩きなさい。おいら、もう歩けねえよ。行くあてもわからねえのに。歩けやしねえよ。歩きたまえ。止まってはいけない。人の迷惑になる。花見の人の波が松蔵を石暮れのように追い越していく。行くあてのない人間などこの世にいるはずはない。誰しも行くべきところはある。行かねばならない場所がある。さあ、歩きなさい。永井先生は強い力で松蔵の背を押した。その夜、大川土手を覆い尽くした朝倉の絢爛を、ほら、正気忘れめえ。向こう島から川越の風がざっと当たりゃ、雪かと見まごう花吹雪。竹屋の私を右に見て、三夜堀を左に折れりゃ、抹茶間の商店様で、ああ、ここいらのおかんばで、親父はくたばったのかと思や、さすがに足も重くなる。ましてやその先は、吉原の大間垣を一望に見渡す日本鼓で、思い起こせや、一年と少し前、姉貴の亡骸を背負って登った右衛門坂から見返る柳。言っておら、何の因果で、今度は親父とお袋の骨を抱え、同じ道を歩かにゃならんのだと、嘆くそばから横殴れの花が、泣くな泣くなと吹き渡る。それでもおら、唇噛んで、眉を上げて、しでに人影の絶えていく土手道をまっすぐに行った。一体何が俺を懸命に歩かせていたか、わかるかい？そいつ、花でもねえ、月でもねえ、ましてや学者先生の口ずさむありやなんぞであるもんか。おら、ともかく、血を受けた親父にせえ、お袋にせえ、俺を惑わすしがらみをどこかにうっちゃりたかった。美濃あの電車道の下に花に埋もれた胴吹きの寺の瓦が見えたとき、おら、矢も盾もたまらずに駆け出した。足でまといの千日履きを三夜棒に蹴り捨てて、ちくしゃー、ちくしょうと叫びながら、花の中を一目散に突っ走った。ちくしょう、ちくしょう、バカ野郎、バカ野郎。吸い込まれるように駆け込んだ投げ込み寺の塚の裏手に、ほら、そん時妙なもんを見ちまったんだ。まさか、死んだ姉貴の幽霊じゃねえよ。驚くじゃねえかい。泣かせるじゃねえかい。薄紅に花を咲かしたしだれ桜の寝方に、愛らしい白身影の姉貴の墓が立っていたんだ。一目見て、俺らどこのどなたさんがその墓石を建ててくれたんだが、はっきり分かった。俺ら思わず墓の前にがっくりと膝を折り、声を枯らして
泣くだけ泣いた。畜生なんざどこにもいねえ。バカ野郎は俺一人だったんだと。ほら、地べたに散り敷いた花を目倉島の胸一平にかっこんで、声を限りに泣くだけ泣いたっけ。おや、なんとまあ可愛らしいお墓だろう。永井先生は肩を落として潮垂れる松蔵の傍らにかがみ込み、姉の墓に手を合わせた。親分か、姉ちゃんのお墓をこさえてくれたんだよ、と言おうとして松蔵は顔を覆って泣いた。君は知らなかったのかね。なるほど、それはいかにも安吉親分らしい。あの人は他人に情をかけても決して恩は着せない。人を好いても好かれようとはしない。義というものを知っている。あれは男の中の男だ。松蔵は懐の中から手ぬぐいにくるんだ杯を取り出した。返し方がわからず、無論捨てることもできずに、親子の印の杯は胴巻きの奥深くにしまわれていたのだった。おいら親分に破門されちまった。こいつを返さにゃならんで。言葉が喉に詰まって奥歯を噛みしめると、また新たな悲しみがまぶたにあふれてた。安吉親分と別れるのは親に捨てられるよりつらかった。明日からの暮らしや自分の未来のことはもう何一つ考えなかった。ただ大好きな安吉親分と別れたくないと思った。松蔵は親子の杯を散りかかる花もろとも胸に抱いた。おいら親分が好きだ。親分のことが大好きだ。だが君は親分に嫌われた。なぜだかわかるかね。松蔵はこっくりとうなずいた。その理由はわかっていた。おいらが犬畜生だから。永井先生は立ち上がってしばらく考え深げに花を見上げ、教え子を諭すように後ろ手を組んだ。村田松蔵君。はい。ではそこで君に問題を出そう。人間が犬畜生にならぬためには一体どうすればいいのかな。この問題が解ければ私から安吉親分にもう一度杯を直してもらえるよう取りなしてあげよう。犬畜生と罵った親分の声が松蔵の耳によみがえった。わからねえよそんなの。おいら学校に行ってねえもの。いや、君は府立一中や慶応義塾の生徒よりもずっと素晴らしい教育を受けてきたはずだ。こんな簡単な問題を君が解けぬはずはない。考えたまえ村田松蔵君。満月の光がうっすらた雪のように花の降り積んだ姉の墓石を照らしていた。村田家の墓と刻まれた石の表を松蔵はじっと見据えた。おいら犬畜生になりたかねえ。
そうだ。畜生は父離れをした途端親を忘れる。時には親を恣意し、喰らいさえする。人間は人間である限り、決して親を憎んではいけない。たとえどのような親であろうと決して恨んではならない。親に対する恨み憎しみは、己の血を蔑むことだ。己を蔑めば、人間はただの一人も生きてはいけない。永井先生は、まとまりのつかない松蔵の答えを代弁してくれた。そして多分、安吉親分の心を伝えてくれた。松蔵は振り分けに背負った父母の骨箱を肩から下ろし、墓前に据えた。おいら、お経を知らねえんだけど。そんなものはいらない。念仏も題目も経文も何もいらない。君の思うところ、君自身の胸に念じなさい。合掌しようとする手を別の力が引き離した。肩の肉がカチカチに凝り固まって、手など合わせるなと松蔵を叱咤した。心とは裏腹に体がそれを拒んでいた。悪い記憶ばかりが胸によみがえった。医者にもかからず、長屋のせんべい布団に真っ赤なボタンの花を咲かせて死んだ母の断末魔の姿がまぶたによみがえった。右衛門坂の中途でずっしりと重くなった姉の痩せこけた尻の感触をその手が覚えていた。あいつがお前に何をしたと、体中の肉という肉が松蔵を責めた。怒りのように身を震わせながら、松蔵はやっとの思いでキリスト教徒のように指を組み合わせた。あいつがお前に何をした？姉ちゃんやおっかちゃんに何をした？手のひらを合わせた途端、温かな血が体をめぐった。目をきつく閉じ、松蔵は前のめりに肘をついて、降り積む花の上にうつ伏した。お父ちゃん、おいらを許してくれろ。孝行もせず、恨みつらみばかり言っていたおいらを、どうか許してくれろ。おいらはバカでも、犬畜生でもね、人間だ。嬉しけりゃ笑うし、切なけりゃ涙も出る。そのことをおいらは、ずっと忘れていた。大人になって、酒や女や爆液や、男の道楽を覚えたら、きっと、お父ちゃんの気持ちがわかると思う。おいらも男なんだからきっとわかる。お父ちゃんは無一文になって、マッチ山の看板まで押しても、おっかちゃんのお骨を抱いていてくれた。おいら嬉しかったよ。あれから何があって、どこでの暮らしていたかは知らねえけど、お父ちゃんは、おっかちゃんを離さずにいてくれた。惚れてたんだろ？おっかちゃんは侍の娘だから、いつかは昔通りの暮らしをさせてやりてえって思って、お父ちゃん爆撃をぶったんだろ。なんだってうまくいかずに、そのうちおっかちゃん死んじゃったから、やけを起こして、姉ちゃんや
オイラを売ったんだろ。エンマ様もきっと分かってくれる。オイラ明日から朝晩何万だも百遍唱えてよろしくお願いするよ。だからお父ちゃん、もう焼けは起こさずに成仏してくれろ。姉ちゃんとおっかちゃんのところに行ってくれろ。そんで今までやりたくてもできなかった分、姉ちゃんとおっかちゃんを大切にしてやってくれろ。頼むよお父ちゃん、姉ちゃんとおっかちゃんをその手で抱いてやってくれろ。花盛りの土手を歩いてようやっとここまでやってきた。ずっと考え続けてきたこと、お父ちゃん聞いてくれますか。おいらもういっぺん生まれ変わってもやっぱりお父ちゃんの子供になりて、お父ちゃんとおっかちゃんの子供がいい。なぜかってそりゃ聞くだけ野暮だろう。おいらてめえのことが好きなんだ。村田松蔵っておいらのことが好きなんだよ。だからいくら貧乏したって、漬け屋の残飯を食ったって、学校に行けなくったって、お父ちゃんの子供にもういっぺん生まれてんだ。嘘でも強がりでもねえよ。仏さんにお世辞を言ったって始まる目。それから姉ちゃん、おっかちゃん、おいらからのお願い聞いてくれろ。後生だからお父ちゃんを堪忍してやってください。後生一生のお願いです。極楽にゃ酒も爆液もなかろうから、それさえなげりゃおとっちゃんはきっといい人だ。どうか恨みつらみは水に流しておとっちゃんを堪忍してやってくれろ。その代わりおいら約束する、おいらの体を流れてるろくでなしの男の血はおいらを限りに絶やします。そんでおいらが地獄に落ちりゃめでたしめでたし、みんなおいらを許してくれろ。おとっちゃんもおっかちゃんも姉ちゃんもみんなの不幸を指くわえて見てたおいらをどうか許してくれろ。貧乏も病気もねえあの世で親子三人仲良く暮らしてください。村田松蔵君、松蔵は花に埋もれた顔をもたげた。後のことはここの和尚さんにお任せして帰りましょう。永井先生は横殴りの花に巻かれて立っていた。ケールってどこに？決まっているじゃないか、鳥越の長屋さ。
しだれ桜の上に昇った満月を松蔵はぼんやりと見上げた。君は親に甘えた経験がないね。一度ぐらいは甘えてみなさい。何、私がうまくいってあげるから、君はただ神妙にしておればよろしい。永井先生は松蔵の腕を助け起こすと、山高帽の唾をあげて花を見渡し、春の焼きを胸いっぱいに吸い込んだ。ああ、それから一つだけ言っておくが、パリに桜はないよ。どんなに貧乏をしたって、まさか桜のない町になど住みたくはない。へえ、本当かよ。松蔵は小さな体を夜空に広げ、散り惑う花を両手いっぱいに抱きしめた。